懐中時計夢の旧作。懐中時計がタンスの向こう側へ落ちて一人でチクタクと動いておりました。ネズミが見つけて笑いました。バカだなあ、誰も見るものはないのに何だって動いているんだえ。人の見ない時でも動いているから、いつ見られても役に立つのさ、と懐中時計は答えました。人の見ない時だけか、または人が見ている時だけに働いているものはどちらも泥棒だよ。ネズミは恥ずかしくなってこそこそと逃げていきました。